ほい、ということで今回もやっていきたいと思います。さあ、ってことでめっちゃ都会に着いたね。あのポケモンはなんか可愛い。ガラルにおいてジャンピオンはまさに英雄というべき存在。みんなが彼の言動を見守る。それはそれでなんか息苦しそうだな。なんてでっかい街だ。俺絶対に迷うからこまめにタウンマップを見るよ。あ、マップ街中でも開けるんか。ポケモンって大変。小さくなってボールに入ったり、ダイマックスで大きくなったり。あ、確かにそれはめっちゃ可愛い。この子欲しい。え、でもなんかグフグフグフ泣き声よ。変態的な笑い声である。チラーミーは綺麗好き。尻尾でホコリを取っちゃうのさ。チラーミーって言うんや。可愛いね。確かに羽ぼうきみたい。あ、ここで自転車が手に入るんかな。違うかな。ん、おーい、お、いつの間にこんなところまで。え、なんかあの後ろのポスターかわいい。ワイルドエリアを通り抜けるなんてなかなか見どころあるじゃん。だけどくたびれてるでしょ。ちょっとポケセンに寄ろうよ。ポケモントレーナーなら楽しめるものがあるからさ。楽しめるもの？ポケモンセンターに。どれ、何？お、ロトミ開いてるじゃん。あのね、ロトミってのはね、ロトミインフォメーションのこと。トレーナーに便利なマシンで、ポケモンリーグカード縮めてリーグカードのカスタマイズもできるんだよね。アイヌもリーグカードをいじってみたら。1枚サンプルをあげるからさ。何それ。アイヌは警戒している。アイヌはダンデのリーグカードをもらった。ダンデの？いいの？アイヌはリーグカードをアルバムにしまった。ポケモンリーグカード、リーグカードで自分のプロフィールをアピールしましょう。各地のポケモンセンターにあるカードメーカーでカスタマイズすると最新の情報にアップデートできます。え、かわいい。なるほど、これで名刺みたいな感じになるってこと？ポケモントレーナーはそれぞれリーグカードを持っていて通信で交換できます。X ボタンメニューのリーグカードのアルバムを選ぶと、もらったリーグカードを見ることができます。ね、これダンデのリーグカード。サイン入りなんやけど。エンジンシティはとにかく広いからな。よし、ソニアさんがちょっとだけ案内してあげるから、ポケモンを元気にしたらおいで。ふんふん。開会式。初めてスジャムのコートに立った時の感動、興奮。思い出すと熱くなっちゃうな。何何？そんな思い出に浸られましても。とりあえず今のリーグカード？こんにちは、何をしますロミ？カードメーカー。リーグカードを作る。あ、すごい。まずポケモンリーグカードのデザインを決めるロミ。ふんふん。じゃ順番にさ、あ、なんかクリスマス仕様みたいな。季節に合わせていくのもいい感じやね。合成感半端ねえ。あ、かわいい！ EV とかあるんですけど。うわ、ちょっと邪魔。主張激しい。あれでも、みんなの憧れのチャンピオンである。クリスマス近いけん、クリスマスっぽくしよう。あとは？戻る。効果。そんなのもつけられるのか。うわ、いらねえ。あ、これはいい感じやね。なんかちょっとレアカードみたいな。ラメ入っとる。これさっきのダンデのやつにいいやねん。こっちにしよう。かわいい。フレーム。フレームなんかちょっと、やっぱ赤がいいかな。赤にする。これでいくわ、私。オッケー。あ、何これ。表情を変える？めっちゃ種類あるやん、表情。へえ、めっちゃオリジナリティ出せる感じのやつやね、これ。どうしよう。なぜ困ってる。普通に笑顔にしよっかな。にっこり。こっちにしよう。オッケー。ポーズも変えれるの？ポーズ。何これ、変身。やば。やば。え、かわいいやん。あー、なんかこれ自然体な感じでいいかも。ちょっと待って、ポーズ決めてから表情変えた方がいいよね。ちょっとちょっと違う、思ってたんと違う。なんやろう。普通に元気っぽい感じ。これでいこう。じゃあこれでいいや。はい。
おお、なんかいいね。クリアコートとマットコート。マットにしとこう。オッケー。これからいろんな仕様が増えていくってことかな。今0円って書かれてるってことは。カードは雨に濡れても平気よみ、安心設計よみ。やった、私の名刺的なものができたよ、嬉しい。満足のいくカードができたところで、情報を集めポケモンを回復してソニアの元へ。さて、見事ワイルドエリアを通り抜けたすごいトレーナーよ。エンジンシティにやってきた目的は覚えているのかな。ジムチャレンジ、さすがジムチャレンジの開会式だね。ふんふん、でどこ行くの。なんかあっこで餌食べてるのめっちゃ可愛いんだけど。この正面の建物ってこと。ちなみに明日開会式が行われるのはエンジンスタジアム。おお、でっかいワークが。スタジアムに行くにはあちらの昇降機を使うのだ。何その喋り方。じゃあね、私はせっかくだからブティックとか寄っちゃうけど、忘れずにスタジアムで受付を済ませておきなよ。了解です。てか、あの人はちゃんとおばあさんが望むような旅をしているのかい。ただ単に旅行しよるだけやね。雨舞子がくつろげるスペースがあって最高だよ。自分もまず喉を潤そうとしちゃったよ。あ、これポケモン用の水飲み場ってこと。雨舞子って言うんや、かわいい。私はお花のポケモンが好き。かわいいよね、綺麗花とか臭い花とか。特別な日もそうでない日も毎日花を買って帰るのです。うちのポケモンは花の香りが好きですから。毎日花か言ったらなんか花まみれんならん。素早さ大事、まず攻撃したい。話しかけれん人もおるんや。近づいたら吹き出しが出るだけの人。へえ。買い物でどんな人か分かるの。主人はまああまり考えずに物を買っちゃうわね。物を確かめながら買うのがしっくりくるんだよな。ネットで購入してポケモンが届けてくれるのも好きなんだけど。これ旦那じゃないの、違うの。そこは深く追求してはいけない。全然違う人なの。ポケモン図鑑を集めてるんだ。ワイルドエリアに行けばいろんなポケモンと出会えるよね。うん、めっちゃ出会える。お、ポケモントレーナー、いいものをあげるからポケモンに使ってみなよ。何？お、気合いだめ技レコード。これが昔で言う技マシーンみたいな感じかな。使ったらなくなるやつ。アイナは技レコード13を技マシンポケットにしまった。深く息を吸い気合を込める。自分の攻撃が急所に当たりやすくなる。へー。技レコードは年代物、レアな技を覚えられる。一回使うと壊れるのもヴィンテージでいいんだな。なるほど、やっぱ壊れるんやね。街の人の話を聞いたりアイテムを拾ったりして歩いてると見たことのないお店を発見。お、ここは美容室に入れる。うわー、なんかすごいな。フォコーン。自分には合わなそうな髪型もやってみれば意外といけるかも。世界を変えるにはまず自分が変わらないと。変わる第一歩としてヘアスタイルを変えるのはどう。そういうとこももしかしてできるんかな。いらっしゃいませ、今日はどうしましょう。うわー、できるっぽい。ヘアアレンジ、メイクアップ、やってみようや。オーケー、それじゃあ席に案内するわね。荷物は預かっちゃうわ。さてと、今日はどんな感じにしようかしら。今がボブヘアやろ。これ一回一回やっぱお金がかかる感じなんかな。ちょっと待って、流すなしパッツン重い。うわ、そういうのも。前髪とかも選べるし、これ髪色。へえ、いろいろと変えられるのね。とりあえずなんかこう、あ、見ることももちろんできる。ギブソンタックって言うんや。へえ、かわいい。こういうところでも個性が出せるんやね。ベリーショート、ウェーブロング、ほうほうほう、ツインテール、ツインテール、ポニーテール、お下げ髪、ストレート、ブレイズ。全然髪型の名前がわからねえ。カーリーボブ、個性的。え、どうしよう、ギブソンタックかわいくなかった。これにしてこう、私。で、前髪は、今流す、なし、パッツン、重め。いや、これは流しとったんでいいな、私。今、ダークブラウン、アッシュブラウン、ライトベージュ、
プラチナブロンド、ピンクブラウン、ピンクブラウン、名前魅力的。ワインレッド、ホワイト、グリーン、ブルー、レッド、ピンク。レッドくらいが今の私に近いのかな。レッド。でもどうだ？プラチナブロンド、ライトベージュ。ライトベージュぐらいが可愛いかな。よし。じゃあ私はこれで、これでいこうかと思います。じゃあこれで決定で、あれなんか戻ったんですけど、ギブソンタック、はい、オッケー、いきます。じゃあカットするわね。だいぶ変わるんじゃない。はい、どうもお疲れ様でした。とっても似合ってるわよ。帽子はどうしたいとかあります、あるかしら。かぶります。じゃあいい感じにかぶせちゃうわ。いい感じとは。ポケモンリーグカードを印刷し直しますか。あ、ほんとやね。ありがとうございました。また来てね。あ、かわいい。めっちゃかわいいんやけど、嬉しい。だいぶ嬉しいよ、私は。良きだね、良きだね。髪型を変えて気分がいいあゆが、やはりここは服装も変えてもっとテンションを上げようとブティックへ。ここはおじさんがファッションに老人らしいとか若者らしいとかないのだよ。ふんふん。お坊様に言われたテレビに出て、私にも楽しみは必要よね。あなたもショッピング、ちゃんとジムスタジアムに来たよ。了解。まあね、テンション上げて旅をするのは大事。ワイルドエリアで目立つのを探してるんだよね。何、ポケモンに見つかりたいってことかな。私が好きな服と似合う服が違うんだよ。ああ、それはよくわかる。ブティックへようこそ。何かお探しでしょうか。この辺はなんかな、中身変わってもよくわからんねよね。トラックジャケット、スウェットパーカー、てか今のね、あ、ニットパーカー、ニットパーカーあるやん。いや、なんか今のね、今ニットパーカーやん。ニットパーカーはね、可愛いと思うよね、すごく。そこでちょっと色を変えていきたいなと思うんだけど、ニットパーカーグリーンにしようかな。どうでもいいです。よし、グリーンでいくわ。高くね。ニットパーカー高くね。ちょっとびっくりするぐらい高かったんやけど。他になんかない？スカートはスカートでありたいんよね。今何やった？あー、今普通のやつか。じゃあちょっとチェックに変えよう。変えます。よし。ワンピースなかなかないんよね。なんかハイソックスの方がいいような気がする、なんとなく。スポーツハイソックス、そしてミドルブーツ、サンドとブラック。今がこれか。サンドにしよう。いや、たけえ。たけえ。ちょ、待って、女の買い物は長い。こっちは今がこれで、いや今のリュック、あ、かわいい。ちょ、めっちゃかわいいんやけど。ちょ、待って、これはオフホワイトとネイビーかな。どうやろう、イエローもいいな。イエローでいこっかな。よし、イエローにするわ。オッケー。ここはもうスポーツキャップだけ。サングラスかっこいい。なんか芸能人みたいになってきたね。すごい、いろんなものがある。この辺はまたグローブ。まあ、じゃあ今回はこんな感じでもうよろしいです。ありがとうございました。別の服に着替えるときはフィッティングルームをぜひご利用くださいね。リュックめっちゃ可愛い。いいね。そして可愛いけどいっぱい物が入りそうなこの感じ。てかこれもうちょっとさ、人アップにできたらいいんやけどな。こんな遠い。めっちゃ遠い。はい、ということで今回はこの辺で終わりにしたいと思います。最後まで見てくださってありがとうございます。よろしければチャンネル登録、グッドボタン、ツイッターフォローお願いします。
最初から見てもいいよという方は動画の概要欄に再生リストのリンクを貼ってますので、そちらからどうぞ。いつもたくさんのコメントありがとうございます。また次回の動画でお会いしましょう。またねー。あれかな、リーグカード勝手に更新したけど、あれはあのポーズと周りのまんま変えた髪型とかそういうのだけが変わったってことなのかな。